オール日本ニュースネットワーク ANN3 連休中日の19日は全国的に台風一過の秋晴れとなり、高速道路は行楽地などへ向かう車で混雑しました。接種への安心感、箱根に多くの観光客。神奈川県の箱根湯本駅前では秋の連休シルバーウィークの真っ只中ということで、箱根の商店街は多くの観光客が行き交っています。県内からの観光客、感染者が減ってきたのは減ってきているので、近場だったらごめんなさい、大丈夫かなと私は思って。緊急事態宣言は今月30日まで続いていますが、一足早く観光に来た背景にはワクチン接種を終えた安心感があるようです。東京からの観光客、ヒューワクチンは打ちました、2回。安心感が出て、こういう人混みになっているのでは、2回接種済みのみ。受付の宿も群馬県の草津温泉にはワクチン接種した人しか泊まれない宿もありました。湯の宿みさご大塚敦史代表、大変心苦しいんですけど、ワクチン2回接種済みの方のみの受け入れを始めました。19日は1000の部屋のうち2部屋が接種済みの客で埋まりました。栃木県からの客、20代、いろんな宿を探している中でワクチン2回接種した人だけが宿泊できると書いてあったので安心かなということで選ばせていただきました。湯の宿みさご大塚敦史代表、選択肢の一つとしてうちのような宿もあって良いのでは。コロナが一日でも早く収束してもらって、こういうプランをなくせるように元の状態に戻れるように願っています。苦境の飲食店解除後にも不安。東京都で19日新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は565人と、28日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。感染者は減少傾向にありますが、都内の飲食店では厳しい状況が続いています。元祖ホルモン酒場赤羽、岡野雄介代表、やっぱりお酒が出せないので全然客は戻ってきてはない。この日店を訪れた客はわずか4組だけでした。宣言が解除されても客が戻るのか不安は拭えません。元祖ホルモン酒場赤羽、岡野雄介代表、不安ですね。不安ですけど、信じてやるしかない。絶対帰ってきてくれるんだという、政府は11月頃をめどに、第三者認証を受けた飲食店については、宣言下でも酒の提供などの制限を緩和する方針です。フットモーニング2021年9月20日放送分より、